スーパークロスが5月にあって、6月にディーラーショーがアメリカであったんですよ。で、そこに YZ400 をデビューさせたんですけども、スーパークロスでフォーストが勝って1か月後に YZ が出たので、もう新聞なんかも、サイクルニュースだったから、あれの一面にこうドーンと出たりしてましたね。ほとんど並行してですね、別にやってました。全然違うもんですからね、ファクトリーとその市販車っていうのは、やっぱりコストがあって信頼性があっていろいろあるもんですから、同じではできないんですよね。開発部から逆提案で、面白いものが開発できそうなんだけどやらないっつって、何もプリも何もやってなくて、本当にできるかどうかわからない状態で、とりあえず第2点に乗っけてもらったんですけども、オールニューで 逆提案でやるっていうのはないですね。僕モトクロスやったのだってこの機種が初めてですもんね。 まあ面白そうだなと、まあ最悪なら辞表すりゃいいじゃんと いいじゃんそれでと、やってみよう、やったら面白いしと。こちらは結構ツーストの YZ に勝てる戦闘力っていう話をしてたんですけど、周りの人は信用してなかったと思います。特にはですね、モトクロスをよく知ってる人はほとんど信用してなかったですね。デナシオンがありますよね、モトクロス。そうすると何が一番速いかっていうと、みんなツーストの250が今のところ最速だもんで、250に勝てりゃ世界最速になれるねっていうことで、当時アメリカでは YZ250 が、マシン・オブ・ザ・イヤーになってて、それに勝てりゃいいじゃんっていうことで、だからいつも比較はツーストの YZ250 との比較でやってました。開発日程が非常に厳しかったもんですから、例えば車体で言ったらもうできるだけ YZ の信頼性のパーツを使うということで、極端に言い方すると、フレームとタンクとシートとリアフェンダーを変えたぐらいで、あとはほとんど車体は共通で使わないと、とても短期間では全部開発するってのはできなかったもんですから、今のツーストのエンジンの代わりにフォーストを積めば 極端に言うとそのまま走れるような格好で、少人数でそれだけやろうと思うと、もうできるだけ共有するとか共有するということで、エンジンだけは集中して、エンジンに集中してやるというような格好で だからエンジンもかなり小さく、うちでいう TTR250 よりも小さい 400cc のエンジン、アメリカも逆に、逆手やね、こういうの作りたいんだけど、いいよね、買ってくれるよねっていう感じだったので 僕言いに行ったんですよ、だから。あまりみんなどっちかっていうと、ふーんっちゅう感じでしたけどね。そんなものできるのかなっていう ですから、何を一番最初にやったかっていうと、まずプロとも、しかも仕上がってなくてもいいから、もう持ってって早く判断しようと。これでポテンシャルないって言われたら、日程を1年遅れにするつもりですぐプロ持ってったんですよ。アメリカのいろんなところで乗りましたね。ピーター・ハンセルも来てもらって、当時その LACR だけのテストのつもりで一応来てもらって乗ってもらったんですけども、結構彼一番印象的だったのは、ヘルメット飛んで本当に目を大きくかけてサプライズって言ったのが非常に印象に残りますよ。で、彼はその LACR だけテストして帰る予定だったのを、その後のテストもキャンセルして、ずっと付き合ってくれた。いろんな人に、本当にテスティングの中でも、もうかなりお年の方にも乗ってもらったんですけど、一番言われたのは、イージーというコントロールって言われたんですよ。で、ラップタイムも測ったんですけど、ラップタイムはもう、一番最初のプロだから、ほとんど、ツーストの YZ と同じぐらいで走れたもんですから、それにも、向こうの、テスティングのチーフは驚いていましたけど、現地での責任者でやってくれて、で、彼が本当に帰る時にサプライズって言ってくれて、好きなことでさせてもらってありがとうっていう感じですけど ちょうど良かったのは、その放送やってる時は、こうしレース部門でやってたんですよ。だからあんまりバー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 言う人がうんと少ないし、すごいある意味じゃ好き勝手できてやりやすかったっていうかね。
このプロジェクトっていうのはやっぱ開発部から逆提案でやらないと絶対にできないと思うんですよ。上から来てこういうのやってくれって言われても、なので最後を検討して検討してやっぱできませんとなっちゃうんだけど、こっちからやるって言ったからやっぱこういう自由にできるっていうのチャレンジできるっていうのがあると思うんですけどね。